皆さんこんにちは、ワンダルギルビジです。では今回は SD ガンダムジェネレーションアクシズ戦記続きをプレイしていきたいと思います。 SD ガンダムジェネレーションはシリーズものになっていまして、1年戦争からゼータ、ダブルゼータ、逆者と続いていくんですけども、今回はね、アクシズ戦記ということでダブルゼータ編になります。では早速続きをプレイしていきましょう。前回はね、シャングリラに入ったアーガマー隊とそれをね、付け狙ってきたエンドラ隊で、戦いました。今回その続きになりますが、シャングリラコロニーを後にした英語の部隊は、宇宙独艦ラビアンローズから新型機を補給すべく接触を図ることとなる。また、その頃、ネオジョングは各コロニー制圧部隊を送り込み、その統治範囲を固めつつ遂行していた。そして今ここに、両者の軌道が交差するのだったということで、ラビアンローズでね、アーガマー修復するっていうねシーンがあったと思うんですけども、そこかなと思います。これはハンマハンマかな。ダブルゼータはね、結構新しい新型モビルスーツが、ちょこちょこ出てくるんですけど、その中でもハンマハンマはね結構好きなモビルスーツですね。しかも始動ダブルゼータということで、今回はどうだろう、ダブルゼータが出てくるのかな。モビルスーツの生産ができますが、お金が180しかないので、おそらくまともなモビルスーツは作れないんじゃないかな。ガゾームでも45ですからね。カプールで100。ガルス J で65ですね。ズサで90。ドワッジで60ですね。あとはシュツルムディアス。これ70ですね。シュツルムディアスはまあリクディアスに見た目すごく似てますけども、一応ね、ネオジオン側が運用していたモビルスーツだった記憶があります。あと、ジャマルフィンですね。DJ。これで130。DJ はね、ここで出てくるんだ。ゼータガンダム編でキリマンジャロ攻略したんですけども、その時にアムロが乗っていたのが DJ という設定だったと思うんですが、このゲームの中では、DJ はゼータ編では出てこなくて、アムロとおぼしきユニットは、リクディアスに乗ってましたね。バウもいますね。バウになるともうコスト的に今の軍資金では購入することができないですね。リゲルグが390。リゲルグは、イリアが乗ってたモビルスーツかな。で、ドライゼン。ハマーンの蒸気、キューベレーですね。ザクスリーもコスト結構高いですね。500。あ、ドーベンウルフ。ドーベンウルフも結構好きな機体で、ガンダムナラティブの中でバナージが最後にシルバーバレットサプレッサーに乗ってたと思うんですけども、あれがドーベンウルを回収した機体だという設定だったと思います。あとゲーマルク。ダブルゼータになるとコスト1800ですね。で、今画面に出ていたハンマハンマ、これが2000。クイーンマンサーに関しては2450。そしてサイコガンダムマーク2ですね。2800のコスト。これまた、できれば捕獲したいな。ゼータガンダム編の時は、サイコガンダムを捕獲して、スイスイ攻略が進んだんで、ちょっと同じことを狙っていきましょう。では、今回は生産はせずに、このまま、ゲームを始めていきましょう。まずは、マップを広々見ていきましょう。これは、ラビアンローズかな？ちょっと見ましょうか。ラビアンローズですね。中にモビルスーツ、ダブルゼータとガンダムマーク3が入っていそうですね。で、ここにはエンドラ、そしてここに敵の本拠地、さらにここにもう一隻、これもエンドラですね。ハンマハンマがいそうですね。敵の戦艦は2、エンドラ級が2隻ですね。で、我々がラビアンローズ、そこにダブルゼータが入ってました。ダブルゼータの次は多分ないと思うんで、我々のモビルスーツ、自前ユニットをしっかりいいレベリングしていきましょうか。まずは、なんだ、マーク3。これゲーマルクにクラスチェンジできるんだ。もう一個はドーベンウルフ。いや、ドーベンウルフかゲーマルクかって言ったらゲーマルクだよな、やっぱり。コスト的にもゲーマルクですよね。ちょっとゲーマルクにしましょう。で、次にガンダムマーク3がクラスチェンジできるレベリングになったら、ドーベンウルフを作りましょうか。で、
ガンダム X3 はシュツルムディアスか、もしくはメタスカイ。じゃあこれはちょうどガンダム X3 が1個ずつクラスチェンジ、1機ずつクラスチェンジできるので、それぞれクラスチェンジしましょう。これで自前ユニットとしてはジム3が2機、シュツルムディアスが1、メタスカイが1で、ゲーマルクが1ですね。連邦系というか、まあ、英語系のモビルスーツで固めたかったんですけど、ちょっと難しそうですね。では、これで発信をしていきます。僕はガンダムシリーズはですね、いわゆるファーストガンダムはもう何回も見てまして、あとは、ゼータガンダムももう死ぬほど見てますね。本当に死ぬほど見てまして、あと逆シャアももう、数えられないぐらい見てますね。ユニコーンも3回4回はもう見てます。ただダブルゼータに関しては1回しか見たことないんですよね。大学生の時ですね、一人暮らしをしていたんですけども、そのアパートでツタヤに通ってですね、ダブルゼータの DVD を借りてきて、一人でずっと見たっていう思い出があるんですけど、ダブルゼータはちょっと1回しか見たことがないんで、記憶がねちょっと解説してる中で間違ってたりする部分もあるかもしれないので、その時はぜひ皆さん、いやそこ間違ってますよというね、ご指摘頂戴できればいいかなと思いますんで、生温かい目で見守っていただきつつ、ご指摘たくさんいただければなというふうに思います。当時僕は町田、東京都町田市で、アパートを借りて大学行くために一人暮らししてたんですけど、まあ当時はツタヤに通いまくって DVD を家で一人で見続けるっていうね、そういう生活してましたからね、まあ、その時にやっぱりこのシリーズものはすごく便利というか助かるというか良かったですね。まあ、特にゼータガンダムとかね、ダブルゼータもそうなんですけども、50話近く話数があるんで、暇つぶしにはうってつけというね、感じだったなと思います。ちなみにゲーマルクがエンドラに対してクリティカルヒット当ててくれたおかげで残り5000まで削ってますね。これハンマーハンマー捕獲したいな。ハンマーハンマーだってコスト2000超えでしたよね、確か。で、これがガザ D ですね。ガザ D はまあ正直いらないな。ガザ D はいらないが、ガザ D ではない、このエンドラは我々が使わせてもらおう。確率はどれくらい？命中率 100%。 これ仕留められるんじゃないか、エンドラで。ハンマーハンマーをいただきましょう。まずはこのメガ粒子砲が当たってくれよっていうね。よし、これでハンマーハンマーが回収可能かな。周りのガザディはどうしようかな。まあそのユニット的に余裕がないと思うんで、まあ格納庫ですね、ハンマーハンマーしか収容できないので、ハンマーハンマーだけ収容しましょう。ハンマーハンマーを回収させてもらおう。これでハンマーハンマーが我々のものになりましたね。じゃあ残りのガザディは削って経験値させてもらいたいと思います。いや、ダブルゼータバルカンでガザディ倒しちゃうか。できればここはガンダムマックス3で経験値を貯めてですね、さっきゲーマルクにしたと思うんですけども、次はねドーベンウルフにしたいので、ダブルゼータではなくてガンダムマーク3で経験値を貯めたいんですが、ダブルゼータの火力が高すぎますね。まあハンマーハンマーは回収確実にできたので、まあでもねダブルゼータもストーリーがね、賛否両方あると思うんですけど、個人的にはですね、あくまでも個人的にはもうマシュマーがいきなり出てきた時にギャグ要素満載で出てきちゃいましたからね。まあ本当に最後に再登場した後はね、マシュマーもなんか
カチッとは決めてきましたけど、最初に出てきた時は完全にハマーンとのこのギャグ合戦みたいになってたんで、あそこがねちょっと出入り方としては、あのガンダムゼータガンダムを辛抱してきた、大好きで見てきたものからするとなんかだいぶ雰囲気変わったなっていうね感じはしましたけどね。まあ、ただダブルゼータの内容は黒歴史だなんだパラレルワールドだとかいろいろ言われてますけど、ユニコーンガンダムの中ではね、ダブルゼータの中に出てきたプルシリーズがちゃんと出てきたりはしてるんで、まあ、完全にねそのなかったことにはなっていないものなので、まあ、久しぶりにダブルゼータも見直そうかなと思って、実はあの在宅勤務長くなってまして、まあ、仕事はちゃんとやりつつですね、合間合間でダブルゼータを見始めてたりはします。改めてダブルゼータを見ると、まあ、やっぱり前半はギャグで後半はなんかちゃんとガンダムっぽいストーリーになってるなっていうね印象は受けましたね。さあゲーマルクのこのレンジの長さすごいな。このサイコミ攻撃マス7ですね。7マス攻撃でいきます。これは本当に火力も高いし、何よりもレンジが7っていうのはむちゃくちゃ優秀ですね。しばらくはゲーマルクで、まあ、なんか戦っていけそうかなっていう感触が今しましたね。では残りのモビルスーツ隊、特にこの白旗上げてるガザディ部隊を消し去っていきます。ここはダブルゼータと R ジャジャです。いやこの R ジャジャ相手にバルカンで2700削る、しかもかわす、ダブルゼーター強すぎるよな。ダブルゼーターはねモビルスーツどうだろう、2個目か3個目かにガンプラ作ったのがダブルゼーターだったと思いますね。子供の頃一番最初に作ったのがガンダム F91、 これをね一番最初に作りました。でその次かその次の次ぐらいかちょっと記憶がもう曖昧なんですけど、その時に作ったのがダブルゼーターでしたね。ここ R ジャジャもし回避されるとエンドラに戻られるな。よし当てた。これで R ジャジャの撃破経験値はこのガンダムマーク3に入ってきますね。 OK だ。でゲーマルクでこのエンドラ沈められるかなっていうところですけど、どうだろう、挑戦する、一応なんだったらもう一旦ぐらい待ってみてもいいかなって。いやゲーマルクそもそもエネルギーの消耗が激しすぎる、もうエネルギー切れ起こしてんな。まあプラモデルではないんですけども、食玩バンダイの食玩で、FW シリーズっていうガンダムの、まあ、500円ぐらいのものがあるんですけど、それを最近本当にごく最近なんですけど集め始めてまして、それを集めるのが本当に今楽しみなんですけど、なかなかねあの見た目が SD ガンダムチックでね、チックっていうか SD ガンダムで、かっこいいんですよ。でプレミアムバンダイ限定商品とか、まあ、幅広く結構展開していてですね、それを今ちょこちょこ見つけては買ってます。さすがにAmazon とかオークションとかレアなものはそこでしかもう手に入らなくなってるんですけど、そこにはまだ手を出してないんですけど、スーパーに行って、見つけたらね買うっていう感じにしてます。僕の家の近くだと大きいスーパーがですね、イトーヨーカドー船橋店、あとは、ちょっと歩いていくには少し距離があるんですけど、イオンモール新船橋、あとはララポート船橋で、ちょっとまだ見つけてないというか、行ってないんですけど、食玩なんかそもそも売ってないのかななんて気もするんですけど、東部とかあるんで、ちょっとその辺り覗いて今ちょこちょこ探してますね。なのでちょっとレアなものを見つけたら
ツイッターとかの方に、あるいはこの YouTube のチャンネルのね、あのコミュニティ欄とかに投稿してみようかなと思うんで、まあよかったらね、ちょっとシェアというか見ていただければ嬉しいかなと思います。さあ、残り1機エンドラだけになってますんで、これエンドラに集中攻撃を仕掛けていきましょう。最後どうだろう、ダブルゼータはもう本当にこの先がないと思うんで、レベルが上がってもクラスチェンジ先がないのであれば、まあ、ダブルゼータを鍛える必要はあまりないので、できればガンダムマーク3、これのレベルを上げたいですよね。今レベル1レベル2、このガンダムマーク2でとどめを刺したら一番ベストかな。シュツルムディアスも全くレベル上がってない、まあ、ただ取り囲んでおかないと逃亡される恐れがあるので、取り囲みだけをしておきます。もう完全に今エンドラを包囲した状態で、まあせこいんですが、敵の本拠地のガーターをですね、破壊して自分のユニットのレベルを上げてます。ゲーマルクもエースまで持ってきました。ここにあった4機のね、防衛、まあ、衛星みたいなものを全部破壊したことによって、だいぶ経験値稼がせてもらいましたね。じゃあとどめでエンドラをね、これから沈めていきましょう。エンドラもできればマーク3で沈めたいなと思います。それでまた経験値をね、マーク3に入れて、マーク3にゲーマルクになってもらってもいいかなっていうぐらいゲーマルク強かったんで、まあ、ゲーマルクにするか、もしくはね、違うクラスチェンジを考えるかっていうところをね、少し狙っていきたいなと思います。なのでここはもう積極的にエンドラをマーク3で攻撃していきましょう。これで経験値が、このガンダムマーク3今レベル2なんですけど、レベルがどうだろう、撃沈できなかったですけど、次のターンで撃沈できたとして、レベルがエースになってくれればね、ゲーマルクがドーベンウルフかにまたクラスチェンジできるんで、ちょっとそれをね狙っていきます。ガンダムマーク3がエンドラに格闘ビームサーベルを入れて撃沈、これで敵の全ユニット撃破が完了です。あとはレベルがエースになってくれるか、3止まりですね、まあ、残念、まあ、これは次のステージでレベリングしてエースに持っていきましょう。ご覧のようにハンマーハンマーを捕獲しました。では今回はねここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。次はステージ3ですね。